ここを壁つけるの忘れてるわ。で、すぐにここ行かれた段階で最深部行っちゃうんすね。この構造だと。まあそうか。もうちょっと入り口に扉だったりをつけなきゃだな。人がいますね。湧きたての原人かな。あ、逃げてった。狩るのやめるか。で、前回ね、拠点をがっつりと強化したんですけど、その代償で、まあ、1日風化止めに必要な資材がだいぶあって、まあ、それのせいで、今資材不足に陥ってます。なので最初は石系を叩いていこう。金属の鉱石を焼かないといけないんだよな。こいつが欲しい。逐一持って帰ってきてますね。で、さっきの原人から足音がした。また同じところにいるかもしれん。まあでもなんか平和そうではあるな。周り全然銃声とかしないですね。まあでもやっぱこの辺拠点定期的に建てられてるな。さっきの銃声は全焼基地近辺っすね。こんだけ平和そうなら、ジャックハンマー持ってこればよかったっすね。取る速度全然違うんで。なんか人いる。あの拠点に看板をつけたな。Hello?Hello? 名前見に来たのか。なんかたまにエオカピストルとか持ってる時あるからな。え？最悪だわ。撃たなかったら見逃してくれたかな、今の人。だいぶ前に置いた寝袋で湧きました。もしかしてなんだけど、さっきの人たち、自分の拠点の近くにあるめちゃめちゃでかい拠点、そこの住人の可能性があるというね。二人組で、LR とサンキューライフルだったかな？え？一部壊されてる。カメラ来い。なんでパソコンなの？いつも。カメラって、このラストの世界からなくなったのかな？武器箱だ。え？出た。なんでこの世界からなくなったんって言ったら出るん？え？ちょっと待って。エアドロ落ちてない？さすがに取られてるとは思うけど。淡い期待を胸に開けてみるか。明らかにエアドロの箱っすもんね。武器入ってたらめっちゃ嬉しいよ。さあどうだ。入ってるし。けどなんでベレッタなの。いやまあ嬉しいけどさ。であと謎に C4 というね。いやこれ石叩いてこうかな。どうしよう。海岸沿い走って帰れば拠点に無事帰宅はできそうな気がする。もう石取るのもやめよう。うわぁ、でもめっちゃ湧いてる。取りてぇ。けど帰る。うわぁ、さすがに道路に出ちゃダメだな。どうしよう。海岸沿いの方がいいんだけど。え？ AI か？びっくりした。敵かと思った。一応自分の拠点見えてきましたね。てか自分の拠点目立つな、めっちゃ。マジで、レイドされるのも時間の問題だな。こんなでかい拠点に誰も近づくなよ。よし、無事帰宅。まあ、パソコンカメラだけでも美味しいのに C4 とか、まあ、あとスクラップもうまいっすね。で、かまど焼き上がりそうだな。で、今、タンスの中がね、結構すっからかんなんすよね。金属片が全然ない。
焼きまくろうか。ボートあるわけじゃないんですけど、ダイビングしに行きたいと思います。湧いてはなさそうかな。ボートさっき帰り道にね、ここの海岸走ってきたんだけど、まあ多分なかった。なんか気になった。さすがに入ってないか。え、これどこの国旗？イランとかその辺？この辺ワンチャン湧いてないかなと思ったけど、ないっすね。ボートはないんだけど、この辺から泳いだってみようかな。まあでも 100% ボートあったら効率は上がりますね。足入れつけたらでも泳ぐの結構早いからな。あ、で、今思ったことがあるんだけど、ボートなくても、もしかしたらビートバンドがでもいいかもな。足ひれつけたらマジで泳ぐの早いな。で、なんかあるね。ちっちゃい箱だけど、これあげられる？いや、箱じゃない、これか。ほどいていくわ。全然浅瀬なんだけど、深海扱いだね、これ。え、ミニコプ飛んでる。パソコンとか出るの？え、これ、うめんじゃね？まあ、デカ箱あるのが一番いいんだけどね。俺、夜な夜なやってたらやばそうだわ。まあでもその前にこのボンベの時間が限界来るかも。ミニコプター飛んでますね。リグとか行くのかな？え？なんか気持ち近づいてきてない？あ、リグ行くっぽいわ。え、これさ、潜ってってさ、殺せないかな？下から行って。で、倒して、そのまま深海に逃げるか。まあ、なんならミニコプ奪ってもいいし。ほぼほぼ勝てないと思うんだけど、ちょっとチャレンジしてみるわ。まあ、ラージオイルリグ、箱空いてるんでね。まあ、このまま泳いで、向かいたいと思います。いや、でも待てよ。これ思ったのが、一回部に普通に AI いるかも。あ、戦ってるわ。一回部の AI 死んでてくれねえかな。だいぶ近づいてきたんですけど、AI いない？え、AI いないんだけど。リグの下ってこんな感じになってたんだ。うわ、いるな、AI。え？待て待て、死んだぞ。一階の AI 多分死んだ。多分そのうちハッキング開始しますね。え？ミニコプ？なんで？ハッキング開始しないの？普通にミニコプで飛ぶ音が聞こえる。止め直ししたのかな？壊れるのが嫌で。あ、ハッキング開始した。さあ、来ましたね。え、これこのタイミングで上陸していいな。え、このまま足音消して上がってこう。ほぼほぼラージオイルリーグ来たことないからわかんねえんだけど。うわ、二人いるね。めっちゃ戦ってる。え？これアサリに来るぞ。
アサリに来いよ、早く。夜になったぞ。一人は倒した。ラッキー。リグ奪ったんだが。多分これ完了したよな。一回ミニコブ持って帰ろうかな、これ。で、セミライは下に落ちていきましたね。一回沖に帰ろう。この展開激アツすぎだろ、マジで。パトロールヘリコプター飛んでますね。あ、ヘリやろうとしてる？で、一回これらのアイテムを置きに帰ったら、もう一回ミニコプター飛ばして、15分クレート開けよう。おいおい、待て待て待て、やりだしたぞ、ヘリ。え、これ俺たげられない？大丈夫？え？すごい戦ってる。で、自分の拠点はここです。けど真っ暗すぎてこれ着陸がめっちゃむずいぞ。屋上に飛べました。やってんね。激うま展開だ。トンプソンでいいかな？飛ばしましょうか。あー、で、ヘリは落ちたっぽいっすね。もしかしてさ、ラージオイルリグ回ってたの、ヘリ落とした拠点の人たちかな。だとすると俺 100% レイドされるんだけど。なんか興奮してて死体の名前見れなかったけど、もう一回ちゃんと死体の名前確認してみよう。いんのかな、これ。いった。いるっぽいわ。15分クレート守ってるって感じかな。いて。なんかラグくない？なんなん？二人組で一人がセミライでもう一人が SMG で詰めてきましたね。で、俺が死んだと同時に15分クレートが開いたっぽい。まあでもやられちゃったけど楽しかったな。まあ、まだ足りてないんだけど、金属が徐々に焼き上がってきてる。で、自分の拠点に結構ね、木炭も溜まりつつあるんで、かまどで鉱石焼くのやめようかな。電気炉導入しよう。上質5も必要なんだね。3つクラフト。割と電力溜まってるんで、これ使っていこうか。ここを11に設定して、電気炉をこの辺に並べていきます。自動化することを考えると、ちょっと隙間開けた方がいいのかな、これ。で、ここも5。で、スイッチを押せば、一応電気炉はつくと思います。つきますね。でもね、焼くものがないんだよな。硫黄焼くか。本当は金属の鉱石焼きたいけど、取ってこないといけない。金属鉱石取り再開。なんか目障りだな、この拠点とか。拠点前で粘着とかされるとだるそう。え？自分の拠点の前に誰かいるんだけど。え？はしごかけてる。ちょっと。
屋上まで上がってきやがった。え、待て待て待て、偵察なうこれ。うわー、一応屋上にだけタレット置いた方がいいかもしれないなこれ。ん、降りたかな。ずっと屋上にいるね。この人の中ちょっと入れとこう。まだいるのかこれ。え、去ってった。え、いる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 。え、いる MG。 てかね、やべえわ。今俺のことを殺してきた人は俺がリグで倒した人物でした。絶対レイドされますねこれ。もう 1000% レイドされる。まあでもなんか扉抜きはしてこなさそうだな。今できる最善の手段ってなんだろう。どっか埋めたいんだけどねこれ場所。とりあえず持ってるスクラップで外壁用ゲートアンロックしましょう。まあでもなあ、言って自分の拠点にそんな資材ないんで部品系は取られたくないけど、まあぶっちゃけレイドされてもいい、うん、よくはない、よくはないけど、まあ吹っ切れることはできるかもな。まあなあ、これ活動はほぼほぼできないな今。多分だけど屋上二人でいるし、まあシンプルに俺が、扉から外に出ようとしたとしても上から撃たれるからね。てかやべえ、今思ったんだけど俺木材ないんだけど。木材ないから建築すらできねえわこれ。待って、俺どこまで扉閉めてる？閉めてるか。あいつらどんだけ暇人だよ。ずっと屋上で待ってるつもりだぞ。まあでもな、抜かれるの確定だから、もう捨てちゃってもいいかもね、アイテム。とりあえず、ちょっとでいいんでね、木材を拠点の中に入れたいな。で、一つ余ってる三角のスペース、装甲板で埋めて、タイムカプセルじゃないけど、その中に、まあ、異様だったり、残しておきたい武器を入れておきたいなと思います。三角の部分に寝袋って置けないしな。うわ、人いる。何回も言うんですけど、自分の拠点マジで目立つな。うわ、屋上から見てるね。なんか防護スーツ。あれ、自分の拠点行ったかな？撃ってる。防護スーツ死んだ。いやー、撃たれてる。木材運べねえよ、これ。やば。なんか俺がルーフキャンプしてるみたいで嫌だな。え？梱包爆薬？いやー、どうしような。なんかいろいろ考えてるんだけど、すべて不正解のような気がする。え？まだ屋上にいるんだけど。暇人すぎだろ。一応ちょろっと木材あるんだけど、こっから勝負だな。帰れるか。けどね、マジで自分の拠点の建てた位置良すぎて、見晴らしやばいんだよな。あ、違う人撃ってる。え、奪われてんだけど、しまったやつ。見るな。見られた。マジでちょっとでもいいから木材残しておくべきだったな。100でいいんだよ、100で。俺なら帰れる。あれ？いなくなったかな？いや、まだいるわ。回収して。ということで、これらの部品系と資材を入れまして、これもう一個木箱置けるかな？置けそうだけど閉められないか。無理だな。塞ぎましょう。まあ多分ね、拠点はレイドされて工具棚まで取り切られると思うんで、まあ、この拠点が風化する10年後に、この壁の奥側の小さな木箱2つ、それを回収しに来ようと思います。マジでオイルリグで倒しちゃダメなやつ倒しちゃったな。
さっき足音してたんだけど、いなくなったか？いなくなったっぽいな。あ、いるわ。やば。暇人が。